俺ってやっぱイケメンよな。どこがよねん、イケメンのイスラねえ、わらわら。あ、このクラスでは俺が一番のイケメンだろう。そんなわけないって傭兵、お前はないわ。マジで自分でイケメンって思ってるとか爆笑やわ。今年のクリスマスはゆいの家にしようよ。は、おはようございますわよ。大地の方がイケメンやろ。おはようございますわよ。あ、誰か来たよ。おはよう。あれ、どうしたざます。みんな水揚げされた魚のような目をして。え、誰、紫の髪色、そしてゴミがざます。まさか城山真希。いや、そんなはずは。あの毒キノコがこんな美人なわけないか。誰だ、転校生。まったく皆さん失礼ざますね。私よ、この町で一番の美少女、城山真希。毒キノコの貴様。あれ、どうしたの、すごい寝癖だよ。ぬぬぬぬ、相変わらずひどい言葉ざますね。言葉の暴力ざますよ。うう、皆さん聞いてほしいざますね。私のトレードマークでもある毒キノコはヘアセットざますのよ。100万するざます。毎月ネットで購入してるざますけど、今回はなぜか売り切れだったざますのよ。だから私の美しさが保てないからどうしようかと悩んだざます。そしてポニーテールにしたざます。やはり私は美しいと思ったざますよ。おお、よかったよかった。これであの変な髪型が目につかなくなるんだ。変な髪型ではありませんわ。あのヘアセットは一つ100万するざますよ。ネット通販で購入してるざますけど、売り切れるだなんてありえないざますのに。まあ私の髪型を見て美しいと思う人は世界中にいるからかもしれないざますけど、あなたたちも髪型のことを悪く言ったら同じ髪型にしてもらうざますからね。ちょ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 、ちょっと、なななな、なんでシロッチと被るの。どうせなら美原ちゃんと同じのにしろよ。なんか城山さん可愛いよね。確かに、もうこの髪型でいいや。え、なんか絶対裏があるだろ。それな、できるものならあの髪型なって見てよ。わら、みんな、わあ、ようざます。今日からチカはこの髪型にしたよ。ネット通販で売ってるのを見つけちゃった。なんか通信悪かったせいで気づいたら30万個も注文しちゃった。そして販売中止になっちゃった。えへへ。え、ざます。誰だけど、なんか聞き覚えのある声だな。今度こそ転校生か。てか、どっかで見たことあるな。三原じゃね。あら、ちかさん、え、なぜその髪型ざますの。いや、前から欲しいなと思ってて、先週予約したらなんか変えちゃったの。紫の髪色ダサいから自分の色にしちゃった。ちかさん、どういうことざますか。その髪型は私にしか似合わないざますのよ。だったらまきちゃん、私の髪型にしたら400万で買えるよ。400万円ざますか。ちょっと高いざますね。今回は諦めるざます。その代わり文化祭までにそのセットを持ってきてざます。いいざますね。はい、わかった。いやー、それにしても昨日は面白かったね。それな、まさかの毒キノ、紫の髪型が売ってるとは思わなかった。それで100万するって言ってたんだね。絶対にあの髪型は嫌だわ。あ、葵ちゃん来たよ。ああ、ああ、また髪型変わってるじゃん。よっぽど嫌なんだな。みんな、おはよう。髪型変えてみたんだけど、どうかな。これだと絶対被らないと思うんだ。この髪型、昨日帰りに通った店の人がやってくれたの。そうなんだ、すごく似合ってるよ。ありがとう。いや、これで被ったら文字なくは。まあ、紫がこの髪型になるわけないか。あははは、被るわけないじゃん。後ろのリボンも可愛いね。うん、いろんな色のやつ買ったんだ。庶民の皆様、ごきげんよう。世界一の美少女、城山真希ざます。昨日の帰りに寄った店でこの髪型おすすめしてもらったざますの。可愛いと言っても何もしないざますからね。え、なぜ髪型が一緒ざますの。あ、葵ちゃん後ろ。え、ちょっと、どういうこと。なんで髪型かぶってんのよ。この髪型は私がおすすめしてもらったんだから。何を言うざますか。それはこっちのセリフざますよ。うわーん、
毒キノコと一緒なんて嫌だよ。帰る。ちょっと今毒キノコ。みんなおはよう。お腹空いたね。チカちゃんオッハー。お腹空いたね。え？チカちゃん。どうして？マキちゃんもアオイちゃんもその髪型なの？ちょっとどういうつもり？なんでって、それはこっちのセリフざますよ。どちらにしてもさ、似合ってないからね。ほんとそれだわ。髪の毛マネザイヤぞ。へかわいい。やばいやばい、アオイかわいい。まさかアオイちゃんのこんな姿が見れるなんて。これは永久保存だ。待ち受け画面にしちゃおう。と、アオイちゃん、こっち向いてえ。あ、大地が盗撮してる。おい、相島、これが見えねえか。何言ってるのさ、なんで銃なんて持ってるんだよ。これでも食らえ。やられた。昨日の髪型セットはどうしたざます？なんか壊れちゃったから捨てたよ。何？捨てたですって？ううこれ以上話すことなし。今日は終わり。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良い、面白いと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。概要欄のおすすめ動画もぜひ見てください。次回の動画もお楽しみに。